ボンジョルノー、あっちゃんです。今日は2月20日です。ということでね、まあ、何も関係ないんだけども、それ始めていきます。ちょっと今日ね、あったかい、今日だんだんあったかくなってきたね。もう上もこもこも着ずにね、今ストーブも入ってないの。それでもう全然ちょっと、まあ気持ちちょっとストーブ入れたいかなっていうぐらい、羽織りたいかなっていうけど、別に羽織らんでもいいかなっていうぐらいのあったかさ。ちょっと春が見えてきたね。153-87-66。今日ちょっとね、何からお話していこうかな。この動画じゃなくね、別で動画撮ろうかなと思ってんねんけど、ちょっとスピリチュアルなお話をね、しようかなと思ってね、別にそのうさんくさい話じゃないねんけどもね、ちょっとね、そういう考え方、気持ち、まあ、いろんなそういうね、話じゃないけども、要はもう心って何みたいな、自分って何みたいな、そんな話じゃないけども、ちょっとあっちゃんね、いろんなことがあって、すごい辛い思いをしてたのよ、ここ最近ずっとね、もう数日とかじゃなく、数年単位でね。で、ここ、数日の話もあって、いろんなことがあって、すごい心がね、壊れそうなぐらいの状況だったんだけど、いろんなことでね、巡り合わせがあってね、あれだけども、何の話も、まあ、いろんな話をしていきましょうか。タロット占いって、みんな信じてる？星座占いって信じてる？これ結構ね、信じてる人、好きな人、嫌いな人、信じない人、いっぱいおると思うんだけども、あっちゃんはね、いろんな占いっていうのは何かっていうと、自分の中にある意識やとの向き合い方やと思うねんね。まあ何の話をしたらいいのかな。まあ、いや、なんでこんな話するのか言ったらね、昨日ちょっとね、夜寝る前にタロット占いを見てたのよ。その中で、あっちゃんを攻撃してくる人ってどんな人みたいな、あっちゃんというか、まあ、あっちゃんだけじゃね、いろんな人にこう攻撃していく中で、まあ簡単なことやねんけども、選択肢があって、その選択肢の中からどれかをパッとインスピレーションで選んで、その相手のことを考えながらインスピレーションでパンと選んで、それに対してのリーディングっていうのをやっとってんけども、それを見とってんけどね、心の中の闇が晴れたん。で、朝今日ね、いつもやったらすごい起きられへんねんけども、7時ぐらいかな、に起きたん。目が覚めたん。で、そっから、ね、動かれへんからね、起きてもね。で、ベッドでごそごそしとってね、今ね、9時20分に、こっち出てきてんけども、9時20分じゃないねん、9時頃に出てきてん。で、いつもやったら起きてきて、それ撮んねんけども、なんかね、気になったんで、パソコン立ち上げたの。で、パソコン立ち上げたらね、おすすめ画面にね、なんかね、よくわからん動画が出てきてたのよ。で、まあ、神様からのメッセージかな。守られてる人のためのメッセージっていう動画が出てきて、みんなこういう動画って結構最近、おすすめに上がってきゃへん。あっちゃんめっちゃ上がってくんだけど、まあ、YouTube のね、おすすめに上がるって何か言ったら、自分が見た動画に関連した動画が上がってくんね。自分が上げた動画の関連した動画が上がってくんねって感じでね、まあ、自分の興味のあるものが上がってくるんやけど、そういうアルゴリズムになってんだけど、
あのね、神様からのメッセージって、だから守られてる人にしか見れへんメッセージっていう動画でいいだよ。だからあっちゃんが守られてるとか特別とかそういう意味じゃなくね、だからそれが出てきたからあっちゃんもふと見たね。こういうのってね、みんなも多分出てきてる時あると思うね。でも見る人見ひん人いてると思うんでね。それは何かって言ったら、そういうスピリチュアルが好きやから見る人、好きじゃなかったら見ない人とかもんけど、それって何かっていうと、タロット占いに戻るんだけどね。タロット占いっていうのは、こんな何枚かあるトランプみたいなカードからペロンとめくった。そのめくった時に出た、絵面で占っていくっていうことやねんけどね。これってね、おみくじもそうやねんけども、おみくじって何種類もある中でピュッと引いたおみくじ。ガラガラで出てくる棒でね、引いたおみくじ。まあ、箱の中入ったりとかピュッと取ったおみくじ。その中に指針があるって言うんだけど、これ何かっていうと、まあ、神様から、うん、のあなたへのメッセージっていうことだよね。で、そこに大吉が出たり、大凶が出たり、吉が出たり、小吉が出たり、兵っていうのが出たりね。兵ってめったにねえけど、そんなんが出たりね。それがあなたの運勢ですよっていうことやねんけども、それって何かって言ったらね、簡単なことでね、自分の中に何か決め事ってあるのね。まあトランプでもいいや。トランプをめくって、トランプって1から13、1からキング、で、4つのね、絵面、ハート、ダイヤ、クローバー、スペード。で、その中で自分でね、何か考えるんよ。1が一番弱くって、13が一番強い。いや、逆に2が一番弱くって、1が一番強い。2から8は2、3、4、5、6、キングの上がエースでもいいや。何でもいい。決める。で、ハートっていうのは、恋愛運。ダイヤは金運。で、何しょ、クローバーは、ダメ。で、クラブは、何しようかな。痛い目に遭うとかさ。それって自分で決めるんよ。で、その中で、ペロッと朝一枚引いた時に、出た指針っていうのが自分が導き出した指針と思ってね、生きてるとね、意外とそれが当たったりする。それ何かっていうと、占いってそんなもんやねん。要は、まあ、昔々からね、亀、亀甲占いって言って、亀の甲羅を焼いて、パリンって割れた、ひび割れの仕方で、豊作、吉凶を占ったとかね、もっと簡単なこと言うと、子供の頃にね、明日天気になーれっつって靴飛ばしってやらへんだ。表向いたら晴れで、裏返ったら雨って、意外と当たったりするんよね。そんなのも一緒で、それは何かって言ったら、要は俗に言うね、ちょっとうさんくさく言うと、わざとうさんくさく言うと、神様からのお告げ。でもおみくじって神社で引くでしょ。だいたい普通ね、そういうスピリチュアルも信じてなくてもね、お正月初詣、神様も信じてないし、もう屋台で、ね、イカ焼き食べたい、たこ焼き食べたい、そんなノリで神社に初詣行く人もいてるんちゃう。なんか知らんけども、初詣は行っとかなって、年に一回行っとかなみたいなで、ノリで行く、誘われて行くって思ってもいいけど、だいたいね、おみくじ引くでしょ。だおみくじに左右されて、今年は吉や凶やっていう人おるけど、意外と当たってない。単なる紙切れに何か書いてあるもの、元から書いてあるものを引き当てただけやねんね。でもそれが占いなのよ。だから意外と当たる。だからまあこれコインじゃないけど、こういうコインとしてさ、コインパンってコインとして、はい、裏か表か、表やったら右、裏やったら左、出た目の方に進んだら今日は事故しないよ。あ、表が出たから右に行く。右に行ったら運気がいいんだよって。それも占い。うん。それだけじゃなく、インスピレーション。この角、右か左かどっちに行くか。うん、今日の気分は左。って言って左に行ったら、あ、いいことが起こったなって。神様からの指針。右に行っとったら事故取ったかもわからない。でね。意外と、これ第六感って言うんだけども、あっちゃん車でバーンって、右行こうかな、左行こうかな、どうしようかなと思って、右ルートを取りました。で、左ルート曲がったところで事故が起こりました。ああ、左行ったら巻き込まれてたんだなって、神様守ってくれてるなって思ったりもするんでね。その神ってなんかどこにあんのかっていうお話をね、あっちゃんどっかの動画でしようかなと思ってるんだけど、この動画が出た時にはもう出てるかもわからんな。じゃあ答え言っとこうか。神様は自分。
っていうことです。はい、自分の中にあの神様って、だからご先祖様が、ご先祖様からの血のつながりで自分たちが生まれてきている。だからご先祖様は自分の血を分けた子孫が幸せになってほしい。だからご先祖様からはメッセージを出してくれてる。そのメッセージって何か。ご先祖様はあなたが不幸になることなんて望んでない。幸せになってほしい。だから幸せになるためには何をしてほしいのかって。っていうところでね。だから、昨日のあっちゃんの壮麗動画にも続くし、今日も笑顔でしょ。今日続くけど、ご先祖様は笑顔でいてほしいのよ。笑顔でいてたら、ご先祖様を守ってくれる。本当にご先祖様はみんなと揉めたり、みんなを傷つけたり、人の嫌なことしたり、ね。そうやって結局自分の心が辛くなっていく。そんなあなたを見たいですか？ってとこね。俺にね、今日の朝、あっちゃんも今日の朝それがね、なんとなくね、もやっと気づいたよね。で、心がすごく晴れました。だからここ昨日からちょっと自分あっちゃん的に変わってると思う。で、昨日の壮麗も今日の壮麗もやけども笑顔が違うと思うね。なんかね、すんごい心が壊れそうなぐらい辛かったんやけども晴れた。うん、ちょっと晴れたっていう過程でね。まあ、この話これからもやっていこうかもねけども、やっぱりポジティブに笑って過ごす一番やと思いますっていうことで、今日のあっちゃんの壮麗ちょっと短く言ったけどもね、もっと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 話したいことがあるんだけども、これはトーク動画で撮っていきたいと思いますって。歌のいっぱいはみんなで楽しくいい未来を送りましょう。